当然徳島の選手は全員ペナルティーエリア内。神谷か前野か、右なら神谷、左なら前野。神谷が来た、先制愛媛、背番号10番の仕事、今シーズン初のフリーキックからの得点は神谷。鮮やかな弾道を描いて、最後はクロスバーをかすめて徳島のゴールネットを揺らしました。完璧ですよね、まあ、コース、スピードともに素晴らしいですね。梶川は全く動けず、特にこのボールのスピードですよね、見事ですね。壁を越えた瞬間グッと落ちました。愛媛先制に成功。前半は苦しみました。